死ぬ野郎出ていけ。そんなことはしたいかん。日本の学校は死ぬ野郎のためにあるんじゃない。出て行きなさい。お前ら、ずずしいぞ。なに、うん、誰だ。あんたたちどういうつもりよ、人に乱暴するなんて。あ、いい度胸だな、貴様誰だ。私は山田美津子って言うのよ。あんたたちなんか全然怖くないわ。いいだ。聞け、お前らが誰だろうと知ったこっちゃない。三つ数えるうちに出ていけ。1、2、3。船越先生、黒龍会の指導者よ。おお、もう喧嘩終わったのか、こんな早く。武力じゃ問題は解決できないと言ったのが分かんないのか、お前らは。渡辺教授、申し訳ありません。手を抜いてもらったんだから礼を言わなくちゃ。誰と戦った。僕です。ほう、たった一人でか。大したもんだ。私は船越文雄だ。君は。ああ、あれ、美津子どうしてこんなとこにいるんだよ。おじ様、私の万年筆この人たちに壊されちゃったのよ。弁償してくださいね。おいおい、そんなこと言うなよ。私が貧乏なことぐらい君も知ってるだろう。金持ってるか金。はい、これでどうだ。それにしてもなんだね、本当にあんたお父さんに似てわがままなんだから。そんなんじゃ誰とも結婚なんかできないよ。大丈夫、私にはちゃんちゃんがいるもん。ちゃんちゃん。はい、西部課のちゃんちゃんです。上海の西部官の。はい。じゃあ本源光先生は。私の思案です。そうか。どうかしたの。いや、言いにくいんだが、さっき上海から電報を受け取ってな、本源光先生が試合中に殺された。相手は黒龍会の西口道場の芥川だということだ。そんなバカな。悪いが、この話は本当だ。すみません。